ガブリエル・ニコラ・エナケは、ルーマニア・ミオベニ・マチコリバシ出身の、同国代表サッカー選手。FC ・ジェティス所属。ポジションは、DF ・ MF。2012年7月、c s ミオベニから、AFC ・アストラジュルジュに移籍した。UEFA ヨーロッパリーグ2013から14、予選1回戦の NK ドムジャレ戦で、UEFA ヨーロッパリーグに初出場。 UEFA ヨーロッパリーグ2014から15予選3回戦の FC スロバン・リベレツ戦で初ゴールを記録した2016年2月22日 FC ステアウアブカレストと5年契約を交わしたことが発表された2018年2月28日ロシアの FC ルビン火山に移籍した2019年9月19日2年契約でアストラに復帰する 翌年2月28日にクラブとの契約を解除し、カザフスタンの FC キジルジャルへ加入した。9月2日にキジルジャルを退団し、同月24日から1年契約で再び FCSB でプレイ。同年末にクラブとの契約を解除すると、2021年3月8日に FC ゼティスへ加入し、カザフスタンに復帰した。 2014年9月7日、ユーロ2016予選、ギリシャ戦で、ルーマニア代表デビューを果たした。ありがとうございます。